斉藤正樹は、埼玉県川口市出身の元プロ野球選手、野球指導者。現在は、野球解説者。サイドスローの投球フォームで1989年から1990年代の巨人投手陣を支え、平成の大エースと呼ばれた。連続関東勝利記録とシーズン、最多関空回数の NPB 最多記録を持ち、2年連続20勝達成などで、 セリーグ最多記録となる、最多勝利を5回獲得、セリーグ最多大記録となる、最高勝率を3回獲得、セリーグ投手最多記録となる、ベストナインを5回受賞している。平成初の沢村栄治賞を受賞し、史上4人目の沢村栄治賞3回受賞も、達成した。選手時代の愛称は、同音声の芸能人、斉藤正六にちなんで、正六。 東京都足立区で生まれ、埼玉県川口市で育った。野球を始めたきっかけは小学校5年生の時に母親が地元のリトルリーグの選手募集に無断で応募したことで、実際に当人の医師は僕はやりたくなかったと入団テストをいやいや受けたが、やるときは一生懸命やると手抜きできない性格で遠投で地形の強さを発揮し、総力テストも まずまずの成績を残して合格し、本格的に野球に打ち込むことになったという、川口リトルリーグ時代はキャッチャーだった。埼玉県の川口市立北中学校、市立川口高校入学後に頭角を表し、内山清監督の指導のもと1982年の全国高等学校野球選手権埼玉大会では、決勝戦に進出するも、8回裏に、 熊谷高校のエース、江頭康次に、決勝に天敵地打を打たれ1から3で敗れ、全国選手権出場は果たせなかった。1982年度ドラフト会議にて、読売ジャイアンツが最初に1位で指名した荒木大輔を抽選で外し、外れ1位として指名を受け、契約金3500万円、年俸300万円で合意して入団。 当時の新聞では契約金4000万円、年俸260万円と報じられた。担当スカウトは伊藤菊を。打撃、守備センスの良さから、野手転校を進める声もあったが、当時監督の藤田元次のアドバイスもあり、サイドスローへ転校。1984年に一軍デビュー。8月28日の横浜大洋ホエールズ戦で、救援登板し、 遠藤和彦から、自らサヨナラ的事だを打った。1985年にはローテーションに定着して、リーグサイトの4冠空、チームサイトの12勝を挙げ、最終戦まで、最優秀防御率のタイトルを争う活躍を見せるも、それ以降は、不遇な時期もあった。大貞治監督時代は1軍と2軍を往復し、敗戦処理が役割だった時期もある。百八十九年、 巨人の監督に復帰した藤田から、再び指導を受ける。のみの心臓で気が弱いという評価などから、王は、斎藤は、先発には向かないなどとしていたが、藤田は斎藤に対し、お前は、気が弱いんじゃない。気が優しいんだ。投手というのは、臆病でないといけないんだ。いろいろ考えたら、臆病になる。怖いというのは、 お前がいろいろ考えている証拠だなどとサト市先発で起用し続けたことなどで才能が変えか。サイドスローからの時速140キロメートル超の威力、あるストレート、鋭いカーブとシンカーを武器に3試合連続完封勝利を含む11試合連続完投勝利の日本記録を達成。8月12日の対中日ドラゴンズ戦では9回、1まで被安打例の回答。 あと二人で、ノーヒットノーラン達成という状況にまで迫ったが、音重鎮に、チーム初安打を許したのを機に崩れ、最後は、落合博光に逆転さよなら三点本塁打を許した。だが、それでも、最終的には、シーズン20勝をマークし、西本清と最高値のタイトルを分け合った。さらに、最優秀防御率とベストナインも獲得し、平成初の沢村賞を受賞した。 1990年も8試合連続関東勝利を上げるなど20勝を挙げ、最多勝ち、最優秀防御率、最高勝率、最優秀選手、ベストナイン、ゴールデングラブ賞を獲得し、日テレや読売新聞等では平成の大エース、球界のエース、ミスター関東と呼ばれるまでに成長した。2019年シーズン終了まで、 この年の斎藤を最後に2年連続20勝投手は現れていない。もっともシーズン最後の3試合は2勝1敗で2年連続20勝を果たすも19イニングで自責点16と打ち込まれ2年連続防御率1点台は逃す。その不調は日本シリーズでも露呈しチームのシリーズ敗退の一因となった。斎藤は疲れです。 シーズンだけで燃え尽きてしまうんですよねと後に解雇している。また、沢村賞も野茂秀夫が受賞し、2年連続とはならなかった。脱三振、関東数、登板数、投球回数は野茂の方が上だったが、勝ち星、勝率、防御率、完封数は斎藤の方が上だった。1991年は前年終盤からの不調が続き、 勝ち星が半減し、勝率も5割に落とした。1992年は一転して、好調をキープし、3度目の最多勝ちのタイトルを獲得。さらに、最高勝率でベストナインとゴールデングラブ賞にも選ばれた。1993年から1997年まで5年連続で開幕投手を務めた。1993年は、 右肩の故障で成績を落とし、格年投手というイメージがついてしまったが、1994年から1996年は3年続けて、開幕戦完封勝利を収める異業を達成した。11試合連続完投勝利1989年5月10日に、行われた対横浜太陽ホエールズ戦、この試合は斉藤にとって、連続完投勝利記録の1試合目であり、 後年出版された日本野球25人私のベストゲームで斎藤自身が最も記憶に残る試合として選んだものである。斎藤は5月7日の対広島東洋カップ戦で先発登板したもののいきなり広島打線に捕まり被安打3、吉市球2の3失点で2回表に回った打順で代打を送られて降板翌日の朝日新聞は汗もかかずに 交番と書き立てた。この直後、5月10日の横浜太陽ホエールズ戦の先発を言い渡された。通常、先発投手はシーズン5から6人程度でローテーションが組まれるが、中2日で登板することはいわゆる瀬戸際で、斉藤自身も前年に出身校である私立川口高校のマネージャーだった女性と結婚したばかりで、 奮起すべき材料はいくつもあったということである。10日の試合で巨人は8回表まで5対1とリードしていたが、8回裏に1点差に迫られ、さらに同点、逆転のピンチを迎えた。斉藤は交代を願う気持ちもあって、ベンチを見たが、藤田は交代の動きを示さなかった。結局、斉藤は代打の加藤博和を打ち取り、ピンチを脱した。この後、 斎藤は9回裏を無失点に抑えてシーズン3勝目を挙げた。試合後、藤田は走者が出たらリリーフを出そうと思っていたと述べ、斎藤は最後まで投げさせてくれるんだなと嬉しかったとコメントしていた。この試合における藤田の8回の判断については5月11日付読売新聞は粘れ斎藤。 藤田監督辛抱の続投体制期待8回ピンチにも動かずと比較的大きく取り上げたが、同日付の毎日新聞の扱いは小さく、朝日新聞、日本経済新聞では触れられず、当時の注目度は大きいとは言えなかった。なお、この試合の敗戦投手は対応の先発、斎藤秋雄であったため、朝日新聞、毎日新聞は、斎藤対決は巨人に、 軍配と報じた。10.8決戦1994年の斎藤は、シーズン当初は会長に勝ち星を重ねたが、チーム打線の調子の低下もあり、8月24日に13勝目を上げて以来勝ち星がなく、シーズン終盤を迎えていた。優勝のかかった10月6日のヤクルトスワローズ戦に、先発登板したが、1点リードの7回表に、 打順が回ったところで代打を送られて降板し、7回裏に、牧原が逆転打を打たれて、勝利投手となれず、チームも8日の同率主位最終決戦に臨むこととなった。10月8日の対中日戦は、巨人先発の牧原博美が2回途中で、相手打線に打ち込まれ、斉藤にリリーフ投板が告げられた。2回裏、2から2の同点で、無失走者一二塁であった。 後年、斉藤は、中1日だったし、出番はないと思っていたけど、ブルペンで投げていたら、コーチが、おい、斉藤と、思わず、聞こえないふりをしたと述べている。桑田と同様に斉藤も試合前日に、監督の長島茂雄に呼び出され、出番について告げられたとする文献もあるが、斉藤は否定している。斉藤は、この回を、 今中慎二のバントを処理した際に二塁走者を三塁で封殺、続く清水正春から三振を奪い、同時に今中のバントで二塁に進んでおり、大きくリードを取っていた中村岳を保守、村田慎一が牽制球でアウトとして追加点を阻んだ。この後、巨人は勝ち越しに成功。斉藤は六回に彦野都勝の敵時打による一致失点があったのみで、 6回まで投球して、この試合の勝利投手となった。7回からは桑田が斉藤を救援する形で、登板し、そのまま試合は終了。胴上げ投手となった桑田は、辞書、桑田雅美という生き方で、これは、早い回に変わるかもしれないぞと思った。2番手の斉藤さんは、シーズン後半に調子を落としていたから、しかし、斉藤さんが、中日の勢いを止めた。 巧みなピッチングで6回の1失点に抑えたと述べている。斎藤は試合終了後のインタビューでやればできる、できるんです。最後の最後でいい仕事ができたと大声で叫んだ。後年、さらに5回途中に内転筋を痛めたがテーピングをぐるぐるに巻いて投げた。あの試合で投げられたことが自信になり、さらにレベルアップできたと思うと述べた。 1995年は、最多勝ちと最多奪三振の2冠で2度目の沢村賞に輝き、ベストナインとゴールデングラブ賞も受賞。2年連続の好成績で、各年投手のイメージを払拭。同年の日本一のヤクルト戦では、4冠風を挙げた。1996年8月16日、通算150勝のかかったヤクルト戦では、 9回西から同点に追いつかれた後も12回まで179球を投げ切った。12回裏の打順で斉藤の代打に送られた岸川勝也が凡退し、西無双者。この試合での150勝はお預けかと思われた矢先に、当時新人の西俊久がさよなら本塁打を放ち、土壇場で150勝を達成した。この年は最多勝ち。 最優秀防御率を獲得。最高勝率でもあった。ベストナインとゴールデングラブ賞も受賞し、2年連続で沢村賞に選ばれ、史上4人目となる3回目の沢村賞を受賞した。1997年のヤクルトとの開幕戦で、広島から移籍してきた小早川武彦に開幕3連発を浴びるなど精裁を書き、右腕の故障も加わって一桁勝利に終わる。 1998年は10勝を挙げたが、これが自身最後の2桁勝利となった。1999年は、前年の右腕の故障に加え、足の内転筋の故障など前世紀のストレートが投げられず、わずか故障に終わり、周囲からは衰えも囁ささかれた。2000年も故障がちで1軍と2軍を往復する日々が続く。しかし、後半には1軍に復帰し、 登板機会は少なかったものの自身のモデルチェンジが、功を奏し、5度の先発機会で参照を上げる活躍を見せた。そして、2000年の日本シリーズでは、巨人が大英に、早速に連敗を喫するという悪い流れの中で4戦目の先発に起用され、敵地福岡ドームで、大英打線を相手に6回に、3を1失点に抑える口頭で11年ぶりに、 日本シリーズで勝ち投手となり、その後は勢いを取り戻した巨人が3連勝し、日本一に貢献。これが自身最後の日本シリーズ出場となった。復活が期待された2001年のシーズンでは、開幕ローテーションに入り、4月22日の対横浜ベイスターズ戦でシーズン初勝利を挙げたが、5月6日の対横浜ベイスターズ戦で2回の総類陣に故障し、1回で降板。 そのままに軍降格となった。その回復に時間を要し、シーズン後半優勝争い脱落の危機の中、一軍にリリーフ投手として復帰。5試合連続で中継投登板を行うなど、シーズン終盤のヤクルトとの優勝争いの中で、奮闘したが、故障した体が、限界に達したため、同シーズン限りで現役引退を発表。 9月30日には同じく引退を発表していた、牧原博美、村田真一と共に引退試合が行われた。よって、1994年10月8日の優勝決定戦で活躍した選手が同時に選手生命に幕を下ろすこととなった。最終的に、桑田ー美、牧原博美と共に先発、ミモ柱と呼ばれ、 その中でも抜きんでた成績を残し沢村英二賞3回、最多勝利5回、最優秀防御率3回、最多脱三振1回、最高勝率3回、ベストナイン5回、ゴールデングラブ賞4回、最優秀選手1回など数々のタイトルや表彰を獲得した。そのうち1994年には10.8決戦に登板し、勝利投手となった。 2002年から2003年の2年間は一軍投資コーチ。2004年から2005年には富士テレビ野球解説者、スポーツ放置野球評論家、沢村翔選考委員を務めた。2006年に監督の原辰則と共に一軍投資コーチとして復帰。2008年から2009年は二軍投資コーチを務めた。2010年から2015年は再び一軍。 投手コーチを務めた。2016年からは2軍監督を務め、イースタンリーグの優勝を達成。2017年7月15日から再び1軍、投手コーチを務める。2016年1月18日、野球伝道入りを果たした。2016年9月26日に、第1回 WBSCU-23 ワールドカップの 日本代表監督を務めることが発表された。2018年は一軍投手総合コーチ。シーズン終了後の10月22日に一軍投手総合コーチ退任が発表された。2019年からは14年ぶりに富士テレビの野球解説者に復帰したほか、日本テレビにも本数契約で出演した。2021年、リクルートのエペ CM に 身本柱の牧原広美、桑田雅美と共に出演。通算打撃成績は、打率は、165ながらも、123安打、26二塁打、1 3塁打、5本塁打で、シーズン打率、200以上は3度、うち1度は、300を記録している。ありがとうございます。